田所恵美、篠宮との直撃の噂を聞いたときは男と対等に渡り合う玉かと買いかぶったけど、見た目通りの弱っちいやつ。見ろよあれ、あんこだと。あれを裁くのかよ。あの子何のつもり。吊るし切りですね。それはわかるわ。アンコウの体表面はぬめりのあるゼラチン質で覆われていて、まな板の上ではさばきづらいので伝統的にあの解体法が用いられるけど、宙吊りの安定しない状態で包丁を入れなきゃならないから、かなりコツがいるさばき方だぞ。あんな難易度の高い魚をこの大舞台で選ぶなんて。お上がりよ。どんな時でも前向きに立ち向かっていく相馬くんに、今まで助けられてばかりだった。今は近くに相馬くんはいない。でも相馬くんも戦ってるんだ。私一人でちゃんとやれるかわからないけど、相馬くん、今日は私に勇気だけ貸してください。昔実家で習った緊張をほぐす裏技だ。一人じゃできねえのが難点だけどな。よし。すまねえな、名物のあんこうの吊るし切り、お客さんのためにも続けたいんだが、もう体が言うことを聞かねえ。無理しないで、ずっと頑張ってきたんだから。吊るし切りの余興はもうおしまいにしましょう。なんだって、吊るし切り教えろだ。何言ってやがんだおめえ、女子供にできるわけねっぺ。お願いします、お家の手伝いがしたいんです。お願いします、お願いします、お願いします。よし、絶対に泣き言こぼさねって約束すんなら教えてやる。一回でもつれーとか休みてーとか言ってみろ、すぐに叩き出してやっかんな。ちげえ、そうじゃねって、何回も同じこと言わすな。もうやめたくなったべ、俺とっとと諦めて。